やはり初めて一緒にボールを蹴るこう仲間でしたから、少しそこの、コミュニケーションというところでどうかなというふうに思ったんですけれども、僕がこう心配していたよりもこうしっかり仲間と一緒に声を掛け合いながらいろんなことにチャレンジしてくれてたので、すごくその部分では子どもたち積極的にやってくれてるなというふうには感じました、はい、ずっと一緒にやっていた仲間ですし、まあ、代表の時も、ね、ずっと一緒にやってましたから、もう気心知れたというか、すごく僕はやりやすかったですね、はい、常にこうチャレンジするということを一番初めにの開会式で話をしたので、そこが頭に残ってるんでしょうね。すごくこう積極的に何でもこれどうやってやるのって聞いてきたり、で自分でこうトライして何でも何でも失敗しながら最終的にこう成功につなげていくっていうところの過程を、まあ、見れたので、まあ、子どもたちの笑顔もたくさん見れましたし、やっぱこうサッカーの持つ力ってすごいなっていうのを改めて感じました。